バラス島、バラス島、バラス島は、沖縄県八重山郡竹富町の入表島と、鳩間島の間にある、珊瑚礁州島である。珊瑚のつぶての実からなる、珊瑚礁州島である。バラスは、本来、船舶島に、重心安定のために、重しとして積まれたり、線路の枕木安定のために敷かれる砂利、採石を意味する、バラスとの略語で、この島を構成する。 三五駅がバラス状であることからバラス島と名付けられた。潮の緩慢によって姿を変え、最大時で1周2から3分、中央部の高さが約3メートル。校長維持には水没することもある。東西方向の長軸約1キロメートル、南北方向の短軸約0.3キロメートルの楕円形の孤立リーフの中央部の上に形成されており、季節性波浪や、 台風の影響を受けて、東西方向に数十メートル程度移動することがあるものの、体積変化は小さく、安定して存在している。バラス島の産後歴の多くは、細長い棒状であり、海面下には成長速度が速い枝状の緑石属が多数、生息していることから、これらの産後が波浪によって破壊されて、歴状となり、それが堆積してバラス島が形成されたものと、 考えられている。南北からの波浪は、ハトマ島及び、イリオモテ島によって遮蔽されるため、バラス島の形成や、地形変化には主に東西方向からの波浪が関与していると推測されている。バラス島の周辺海域は、枝状の緑石が優先する高肥土の産後群衆が形成されており、また、青い海と白いバラスのコントラストが優れた景観を形成し、 スノーケーリング等のマリンレジャーでの利用も盛んであることから警官の保護及び適正な利用を図るため、ハトマトをバラス、うなり先海域公園地区として、入り表石垣国立公園の海域公園地区に指定されている。過去に撮影された空中写真や衛星画像の分析によると、調査対象の中で最後である1963年撮影の空中写真において、バラス島が すでに存在していることが確認されている。その後、1994年の空中写真では2つの島が存在し、2006年の空中写真では南北に伸びた1つの島が存在している。この期間の衛星画像の分析によって、1998年から1999年にかけてバラス島が急速に拡大したことが推定されており、 1998年に発生した大規模なサンゴの発火によって死亡したサンゴが、つぶてとなって供給されることが急拡大の原因ではないかと推測されている。バラス島の南側はスノーケリングのポイントとして知られており、イリオモテ島からのツアーが再行されている。ありがとうございます。